大手門学院ゼミラジオ。コロナに負けるな、また来てみなに。781 Yes FM。 皆さんこんばんは。大手門学院大学地域創造学部藤原澄です。私たちは普段地域を元気にするために町の課題や町の皆さんのニーズを見つける勉強をしています。そこで今回私たちはコロナウイルスにも負けずに頑張っている南を応援しようとラジオ番組を制作しました。行政の目線から見た南と南でお店を開く経営者の方両方に取材を行い、ウイルス蔓延前と蔓延後の取り組みと大変だったこと、今後考えている取り組みなどをお伺いしました。これから30分間よろしくお願いします。改めまして、私たちは大手門学院大学地域創造学部藤原澄です。ここからは私中田がインタビュアーとして学生がそれぞれ行った現地調査インタビューをレポートしてもらおうと思います。まずは行政から見た南の現状と今後の展望を大阪観光局にお伺いしました。それでは平川さん、報告お願いします。はい、平川さやと申します。今回私たちは12月11日に大阪観光局の中村様に取材をオンラインで実施しました。主な質問内容として新型コロナウイルスの前と後をそれぞれ南に視点を置き、また目標についてもお聞きしました。そして私たちは大阪観光局様に5つの質問をさせていただきました。それでは1つ目の質問です。コロナウイルス流行前の南の様子についてどのようにおっしゃっていたか教えてください。はい、コロナウイルス流行前は非常にインバウンド需要を重点的に考えていたとおっしゃっておりました。旅行者に向けたアンケート調査によると、外国人観光客の全体の8割程度は道頓堀、南を訪れているそうです。観光客に向けた施策としてグリコのようなシンボリックなものを使用してプロモーションするようです。インバウンド施策として地元の商店街さんと進めていき、プロモーションは大阪観光局が行う形で今までずっと行われてきたそうです。千日前商店街はインバウンドと国内も含めて体験プログラム、商人体験や教育旅行を取り組んだプログラムを商店街が中心として取り組まれてきました。ありがとうございます。以前道頓堀というのは外国のお客さんがたくさんおられまして、もう頭で道が埋め尽くされるような状況だったと思います。そのような状況が一変したコロナウイルスの流行後の街の雰囲気についてどのようにおっしゃっていましたか。はい、1300万人訪れていた外国人観光客がゼロになってしまい、インバウンドがほとんどストップ状態になりました。そのため圧倒的に人が少なくなってしまったそうです。またコロナの動向で山と谷を繰り返しています。山は GoTo キャンペーン、行政の対応などで、谷は自粛休業要請が挙げられます。新しい動きとして GoTo があることで今までに泊まれなかった高級ホテルに宿泊するお客様が増えたそうです。8月の自粛も谷、人の動きが規制されましたが、お盆後9月には GoTo があることで回復しました。しかし新型コロナウイルス第3波の影響で再び飲食店の時短要請がかかり、人がいない谷の状態に戻ってしまったそうです。なるほど、山と谷を繰り返しているのが現状ですね。私も GoTo キャンペーンを利用して、少し贅沢な旅行をしてみたいとか、そういうものを体験しましたが、このようなイベントが、今後も繰り返されれば、もしかしたら景気が良くなるかもしれないですね。それでは3つ目です、コロナウイルスで最も苦しんでいる事業者に向けた政策はどのようなものを考えられていったのか教えてください。はい、ウィズコロナ時代では非接触型で
たくさん集まるイベントは避けるという流れになっています。そこでウェブを使ったイベントやバーチャルを使ったイベントが普及しました。なるほど。今後も新しいイベントをどんどん企画していくということですね。では先ほどありました GoTo キャンペーンの効果についてもう一度お話しいただけますか。はい。 GoTo は消費を促そうとする効果があります。お盆後9月には GoTo のおかげで売上は回復したそうです。しかし南はインバウンド需要で経済が支えられてきたので国内の需要だけでは不可能です。キャンペーンの効果があるかないかはやってみなければ分かりませんが、キャンペーンがなければゼロになってしまうのであった方が良いそうです。現在はコロナ第3波で谷状態になりました。ありがとうございます。では今後の南の目標について行政はどのように考えているのか、どういうふうにお聞きしたのかを教えてください。はい。今後の目標はコロナをどう乗り越えていくかが課題だそうです。キャンペーンで人の行き来が回復できるかもしれないので、いろいろな知恵を振り絞ることが必要になります。大阪全体では以前の外国人観光客の需要を国内で賄うのは難しいため、できるだけ早いインバウンドの回復を目標にしているそうです。どこの国もコロナ後は海外旅行がしたく、その中でも日本に行きたいと言っている外国人は1位です。理由は清潔で安心だからです。今後の大阪の観光として、現在食とショッピングに偏っている観光を他の分野で PR することが必要であるとおっしゃっていました。ありがとうございました。ウイルスの流行と GoTo キャンペーンによって景気に大きな波があり、安定しないのが現状のようです。しかしこのような状況でもネットを使ったバーチャルイベントなど新しいスタイルで南を盛り上げていこうとしているのがよくわかりました。次に紹介するのは道後安路商店街でガラス店を営まれている千田ガラス食器さんです。商店街の代表として経営者の目線から南の現状をお聞きしたいと思います。それでは内藤美沙さん、よろしくお願いします。大手門学院大学地域創造学部3回の内藤美沙です。私は昨年の11月に千日前道後安路商店街で千田ガラス食器株式会社を経営されている千田忠様にインタビューをしたことについてお話しさせていただきます。千田ガラス食器は昭和23年に道具の町として有名な大阪千日前道具安路商店街に創業しました。ガラス食器やグラス、バーグッズをはじめ厨房機器など高級品からお手軽なものまで幅広く取り揃えております。ではまず一つ目、お聞きしていきたいと思います。南はどのような取り組みを行われたのか、千田様はどのようなことをお話しされていたかを教えてください。新型コロナウイルスが流行し、商店街の各店に消毒を設置したり、マスク着用を呼びかけたそうです。新型コロナウイルスが流行し、外国人は来なくなりました。そのため、外国人に対しての対応は何もしていないとおっしゃっていました。外国人に対して何かができるという状況になるぐらいの外国人は今、南にはいません。心斎橋の店は10年ほど前から外国人に対しての店しか展開してこなかったため、現在非常に困っています。南の商店街は物消費、こと消費に焦点を当て店を展開するのではなく、意味消費に視点を移しています。この意味消費拡大を機に、安いものの販売でなく自分たちが歴史の中で築き上げたプライベートブランドを広めようとしています。これから市場で生き残るためには手間暇かけて商品を販売させる必要があるとおっしゃっていました。先ほど話題に上がりましたが、意味消費というのはどういったものなんでしょうか。意味消費とは簡単に言えば、物自体や物の金額で商品を購入してもらうということではなく、お客様にその物の価値を見定めていただき、商品を購入していただくということです。単に物を売るのではなく、経験や体験、購入の際に商品の価値をお客様に訴求することで消費行動が促されるともされています。新型コロナウイルスの流行前と流行後の商店街の雰囲気について、どのようにおっしゃっていたかを教えてください。
新型コロナウイルス流行後は外国人が全く来なくなったため、全くにぎわいがなくなったそうです。なるほど。地域のコミュニティはどのように変わりましたか？商店街のお店も閉まっているところも多々あるため、地域コミュニティは新型コロナウイルス流行前と比べると薄くなったとおっしゃっていました。では一番しんどかったことは何とおっしゃられていましたか？一番しんどかったことは売上が10分の1以下に陥ってしまったこととおっしゃっていました。外国人観光客もゼロに近いほどに減少し、日本人観光客も減りました。これからは日本人の中でも特に職人やプロに向けての商品販売を目指して物を売ることを考えています。なるほど。では今後のイベントとそして将来の展開について教えてください。GoTo 商店街を存分に活用しようとしています。体験イベントやウェブ上での情報発信を強化し、今のような社会でも1000日前の取り組みを知ってもらおうと考えておられます。体験イベントに関しては恵比寿、黒門、1000日前の3つの商店街が連携をし、街の案内を行うといったイベントです。それぞれの商店街が持っている歴史を生かして、大阪を知っている人でも知らない人にでも参加してもらおうと考えています。今後は価格競争はせず、店はどうしても行きたいと思えば裏にあってもお客様は来るので、自分たちの資産価値を下げない取り組みを行うそうです。最終目標はアジアのハブになりたい。関空がハブになるのではなく、難波がハブになりたいとおっしゃっていました。新型コロナウイルスの先を見据えて、新型コロナウイルス収束後も世界で生き残れる難波になりたいとおっしゃっていました。関西は人がお土産です。道を聞かれても関西の人は自然と道案内をします。そんな人を巻き込み、まちづくりを行っていくことが大切だとおっしゃっていました。ありがとうございました。内藤美沙さんからの報告でした。商品のバックストーリーを重視する意味消費でブランド力を上げるというのはとても印象に残りました。この後は南で営業しているお店に取材して、現状とこれからの夢を紹介します。コロナに負けず頑張っている南のお店をお聞きください。ここからは南で営業しているお店に直接取材し、お聞きしたことをリポートしてまいります。学生が聞いてきた生の声をぜひお聞きください。それでは1店舗目、南で似顔絵を描いておられるカリカチュアジャパン株式会社さんの話をお聞きしたいと思います。ではもう一度平川さん、紹介お願いします。はい、平川です。私は1月19日にカリカチュアジャパン株式会社の難波店長アーティストの奥田大輝様にインタビューをしました。カリカチュアジャパン株式会社様の概要を説明します。カリカチュアとは、人物などの特徴をユニークに表現した絵のことです。主に結婚式、お誕生日、イベント時の思い出として、その人の似顔絵を描いていただけるお店です。また芸能人も多く訪れ、有名な人であればヒカキンさんが訪れたことがあるそうです。ではそんなカリカチュアさんのウイルス流行前の様子について教えてください。はい、コロナ以前のお客様の層は国内外問わず多く、特に中国人の観光客が多かったそうです。地元の方もよく利用されているそうです。観光客はその日の観光の思い出として利用されているとおっしゃっていました。ではコロナウイルス流行後の雰囲気について、どのようにおっしゃっていたかをお伝えお願いします。はい、まず海外の観光客は全くいません。人は大幅に減りましたが、 GoTo キャンペーンの時には売上が伸びたそうです。対策としてネットや SNS で写真を上げ、地元に愛される店舗を目指しているとおっしゃっておりました。ではそんな GoTo キャンペーンの効果は直接感じることができたんでしょうか？はい、共通クーポンが対象内であったため観光客が大幅に増え、効果は感じられたとおっしゃっていました。ありがとうございます。この大変なコロナウイルスの流行の中で、新たにまた改めて感じたことは何かあるかおっしゃっていましたか？はい、
この時期でも来てくださるお客様に感謝している。この時期だからこそ絵を広め人を幸せにできるとおっしゃっていました。では最後に大阪南カリカチュアさんでの取り組みについて教えてください。はい、現在南に人がいないので大阪全体を盛り上げられるようにしたいとおっしゃっていました。ありがとうございます。このウイルスで一番打撃を受けたお店だと思います。地元に根付いたお店を目指すという将来にとても感動を覚えました。次は南で輸入食品店を経営されているラオックスさんのお話をお伺いしたいと思います。それでは東さん、よろしくお願いします。どうも、大阪府大阪狭山市出身の東琴美です。私は海外の食品や化粧品が大好きです。ここラオックス様は海外の商品を販売しているお店とお聞きしたので、広報 PR 担当の宮川綾子様とお話をしました。それでは一つ目の質問です。コロナウイルスの流行前と流行後の南の様子についてラオックスさんから見るとどういうふうに感じられていたか教えてください。はい、ラオックスさんがプレオープンした一昨年12月には日本人のお客様はもちろんのこと、中国、韓国、台湾などからの旅行客で大変にぎわっていました。グランドオープンした昨年6月にはコロナウイルスが蔓延してしまいましたが、日本人のお客様を中心に大変多くのお客様がいらしてくださいましたとおっしゃっていました。ではウイルスが流行してから新たに始めたことについて紹介お願いします。はい、小売業なので時短営業に協力しています。あくまでもお客様や従業員の安心安全を第一に商売をしています。おうち時間が少しでも楽しくなるような食料品や化粧品などを提供できればとおっしゃっていました。そのために従業員のマスク、消毒液、店舗のアルコール消毒など感染対策は万全にして営業しております。またお店の主力商品である希少な日本酒については公式の通販サイトもありますので、そちらを利用して巣ごもり時間を充実していただけたらいいと思っていますとおっしゃっていました。なるほど。では GoTo キャンペーンの効果は感じられたか、どのようにお聞きしたか教えてください。はい、感じましたとおっしゃっていました。関東や九州などさまざまな都道府県から地域共通クーポンを持ってお買い物をしにお客様がたくさん来てくださいましたとおっしゃっていました。キャンペーン終了後は緊急事態宣言の発出もあり、お客様の数は減少しておりますとおっしゃっていました。ありがとうございます。では最後に大阪南、そしてラオックスさんのこれからの目標について教えてください。ラオックス道頓堀店では何気ない毎日にほんの少しの贅沢と幸せをというコンセプトで、韓国、タイ、台湾、中国などアジアン食材を常時500種類以上取り揃えておられました。日本各地の希少で美味しい食品もたくさんございます。コロナで国内海外とも旅行へ行くのが難しい時期ですので、ぜひ食料品は当店にお買い物に来ていただいて旅行気分を味わっておうち時間を充実してはいかがですか。これから東京オリンピック、さらには大阪万博を控えて、大阪そして南は発展できるポテンシャルを持っていると思います。今はしばし我慢の時ですが、大阪南に以前のようなにぎわいが戻ることを信じておりますとおっしゃっていました。お話を聞いて私は人や物とのつながりを大切にして感謝の気持ちも忘れずに、これからもたくさんのことを学んで伝えていきたいと思いました。ありがとうございます。なかなか外には出にくいご時世ですので、家にいながら旅行気分を味わえるとか、珍しい食品でおうち時間を楽しく過ごすっていうのはね、自分も本当にやってみたいと思いました。ありがとうございました。ラオックスさんの紹介でした。続いて紹介するのはたこ焼きで有名なわなかさんです。鹿島さんに紹介してもらいます。はい、大阪府堺市出身の鹿島です。私は食べることが好きで、特に好きなたこ焼きのお店に取材しました。そのお店はたこ焼き道楽わなか様です。わなか様は難波グランド花月の横に本店があり、十数店舗を展開しています。では早速お話を聞いていきたいと思います。ではまず一つ目、コロナウイルスの流行前の南について、わなかさんから見てどのように感じられていたかを教えてください。お客さんの層とにぎわいの2つに焦点当ててお話しします。
お客さんの層は朝は現地の方、常連の方、日本人観光客の方が多いそうです。夕方はインバウンドの方が特に多く、中国の方は夜にとても多かったそうです。これは中国の方だと夜市が習慣であり関係しているのではないかと考えます。そしてにぎわいについてのお話です。にぎわいは1キロ先が見えないほどで、商店街が頭だらけだったそうです。そしてお腹様ではとても売り上げがいいときは、本店だと難波グランド花月の前まで並んでいたそうです。さすが有名店のわなかさんですね。では2つ目です。ウイルス流行後の街の雰囲気とか、どのようにおっしゃっていましたか？はい、最初の緊急事態宣言の時、自転車で道を通れるくらい空いていたそうです。そしてまた別の話になりますが、ここで一つエピソードがあります。3月に中川家さんが YouTube の生配信で真中のたこ焼きを紹介しました。これがかなり影響力があり、通販の売り上げが上がったそうです。そしてこの売り上げが上がったことで、真中様が中川家様に粉を送ったそうです。なるほど、実際に食べている様子を動画で見るとつい食べてみたくなりますよね。はい、一番売れた商品というのは何になるんですか？はい、特に粉とソースが人気だったそうです。なるほど、お家でもその真中のたこ焼きを食べてみたいということですね。では3つ目です。先ほども聞いていますが、 GoTo キャンペーンの効果は感じられていましたか？はい、前年比は2019年になりますが、一部店舗では8割弱の売り上げが回復していたそうです。そして全体では5割ほど回復していたとおっしゃっていました。そして真中では GoTo キャンペーンの利用でいい兆候になっていたとおっしゃっています。特に利用としては家族、大学生が多い傾向でした。ここで GoTo キャンペーンと別に独自のキャンペーンを実施していました。それが道頓堀たこ焼き倍返しキャンペーンです。これはたこ焼きのククルが主催しているものです。このキャンペーンは真中、たこ八、クレオール、ククル、18番の5店舗が対象です。このキャンペーンの実施内容として、2000円相当のクーポンを1000円で販売しました。これはかなり効果があったそうです。そして真中では8個500円と他店舗よりも安いため、キャンペーンの宣伝がしやすかったそうです。もう少し早く知っていたらね、この収録の前にぜひ食べていきたかったところなんですけど、す特にね、お買い得っていうのがね、もう我々大阪の人間からするともうね、一番、心に響くところですのでね、知りたかったですね。ですね、もっと早く知っていたらよかったですね。では最後にですが、わなか様の今後の取り組みについて何かお話しされていましたか？はい、今後の取り組みについて、人の育成とたこ焼きのクオリティを落とさないことです。特に人の育成のところでは、今までは観光客の方がたくさん来ていました。でもこれからの時代では来てもらえることがありがたいことなので、自分から声をかけたり、買った後にまたお願いしますなどの声かけを行っているそうです。そして空いている時間は人の育成に費やし、また来てもらえるようにいい状態にしていくことを目標としています。そして今後のまた行うイベントとして、わなかでは大阪たこ焼きジャンボリーを天使場で開催しています。これはたこ焼きを楽しめるイベントで、生のたこを触るなどの体験でたこ焼きを知るきっかけにしています。今後の展望は、他のたこ焼き屋さんも集めてイベントを開催したいとおっしゃっていました。ここで最後ですが、私がこのインタビューを通じて印象に残ったことをお話しします。それが真中の会長様がおっしゃっていた言葉です。真中の会長様はたこ焼きの価値を上げたいとおっしゃっていました。500円の真中のたこ焼きに対してそれ以上の価値を感じてもらえるか、それがたこ焼きの付加価値を上げることにつながるとおっしゃっていました。これが私が一番このインタビューを通して印象に残ったことです。ありがとうございます。ぜひ天使場のイベントに行って、食べるだけじゃなく生きてるタコ触ったことがないんですけど、ぜひそういうたこ焼きの文化というか奥の深いところにまで勉強してみたいなと思いました。大阪の心、たこ焼きの未来がね、見えたと思います。今後の、大阪の食文化の発展に、期待したいと思います。
名残惜しいですがエンディングのお時間です。本日紹介したのは大阪観光局センダガラスカリカチュアラオックスマナカさんです。どのお店もコロナウイルスの影響を受けて売り上げが大きく落ち込んでいるのが現状です。大阪観光局さんの報告にあったように景気にも GoTo キャンペーンやウイルスの流行によって山と谷があります。なかなか安定できずに先の見えない中ですが過去お店ともなんとか耐えておられます。そして絶望することなく未来に向かって進んでおられます。お聞きの皆さんが気分転換に外に出られるときはぜひ頑張る南に足を運んでいただければと思います。感染対策を徹底して皆様のお越しをお待ちしています。この番組は大手門学院大学地域創造学部がお送りしました。それではさようなら。大手門学院大学地域創造学部の藤原直樹です。今回は地域活性化について学ぶ学生3年生4人2年生1人がコロナの中でも頑張る大阪南を取材しその内容をラジオ番組で発表しました。番組の企画取材と放送原稿の作成まで全て学生が主体となって取り組みました。新型コロナウイルス感染防止のため企画会議やインタビュー調査打ち合わせもZoom などを使ったオンライン会議で行い番組の実現に向けてさまざまな課題をクリアしてきました。学生のインタビューに丁寧に対応していただきました取材先の皆様ありがとうございました。一日も早く元気な南が戻りますように。そしてその時にはまた元気になった南を取材したいと願っています。 Thank you.